ハヤトの野望チャンネルへようこそ。恐竜の住む無人島でサバイバルするゲームアーク、今日もプレイしていきます。はい、というわけで今回何をするかなんですが、前回ですね、全てを失ったところからさらに新たな仲間を増やしました。この部品取り用ジャンクをはじめとしてね、新たなメンバーで再度今回はまた洞窟攻略いきたいと思います。誰を連れていくかなんだけど、まずはお前だ。まあちょっと使えるかわからないけどな、蔵ないよりはあった方がいいだろう。よしよしよし、次は四輪駆動お前だ。はい、よし、次は天丼マン連れていこう今回は。よし、これで3体。今回はゴリラーズは置いていくとするか、一回お休みだお前らは、ちょっと数を減らしすぎてしまったからな。で、トラーズは、よし、行くぞ、伸びた。お前もだ。オッケー。ちょっと水も飲んでいくか。あー、文明の味がする。うんちもしていくか。空中で催すと良くないからな。あー、すっきりした。よし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 、いいだろう。さあ、これで完全に準備は万端です。飲み物も飲んだし、トイレにも行ったし、盾も持ってるから、この盾持ってっちゃっていいのかな？最強の盾だぞ。まあ、持ってかない理由もないか。さあ、今回は、エアフォースワンがいないので、ファーストクラスに乗っていこう。さあ、行くぞ。頼むぞ。お、あそこに紫の箱があるじゃないか。開けていくか。頼むぜ、神様。いいもの入れといてくれ。さあ、オープン。じゃん。お、キチンのレギンスとアタッチメントスコープ。レギンスか、暑さに弱いんだよなこれ。防熱-44、無理だな。できれば溶岩の熱を完全にシャットアウトできて、溶岩の中を泳げるような最強の鎧みたいのが欲しかったけど。とファーストクラスも名前変えてやるか。もうファーストクラスって感じじゃないからな。ああ、嘘でしょ、嘘だろ。ジャル、マジかよ。やっちまったよ。あ、でも近くにベッドがあるんだが。最悪だよ。ここどこだ、どこで目が覚めたんだ。ここは最初の拠点だ。ボロボロに壊された拠点、墓がある。みんなの墓。また全てを失ってここに戻ってきてしまった。最悪なんだけど、マジ進展してねえんだけど。こんなのは嫌だ。俺は全てを取り戻すぞ。最高。どの辺りだったかな、回収できるかこれマジで。あそこだ。よしよし、近い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 、全然近い。ラプトルに襲われるとかがなければ回収できるに違いない。クソ、まだ洞窟までたどり着いてもいないのに、名前変更なんてしようとするんじゃなかった。うわー、言わんこっちゃねー、言わんこっちゃねー。よしよしよし、オッケー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 。空を飛んでしまいさえすればお前らの牙届かんのよ。どこだ、そして俺の遺品、俺の遺品を探せ。あった、ここだ。やばいやばいやばい、ちょちょ、逃げ、逃げろ、危ねえ。マジで地獄なんだけど。あ、でも何せよ回収できたぞ。やれやれ。まあ、冒険にトラブルはつきものだからな。トラブル多すぎなんだよ。名前変えよう。お前はもうファーストクラスじゃない。助けてくれたところ悪いが、お前の名前は、ベンチウォーマーだ。お前はもう、一軍じゃねえからな。ベンチを温めているがいい。さあ行くぞ、ベンチウォーマー。この辺りだったと思うんだけどな。暗くて全然見つけられない。この辺りに拠点があるはずなんだが。あそこにまた神様からのプレゼント落ちてきてるし、あれも回収してから行くか。今度こそ洞窟攻略に役立つ何かが入ってるかもしれん。さあ着いたぞ。紫だからかなりいいものが入ってるに違いない。さあ中身はオープン。金属のトラップドアの設計図。ふざけんなよマジで。色ってあんまり関係ないのか。本当にろくなもん入ってないな。
待てよ、全然この攻略できてない状況チャット GPT に聞けばいいんじゃないか。洞窟の名前は大物の洞窟だったっけな。よし、聞いてみたぞ。これが今流行りのチャット GPT の答えです。アークの大物の洞窟を攻略する最高の方法を教えてください。アークサバイバルエボルブドの大物の洞窟は非常に危険で準備が必要です。以下は攻略するための最高の方法です。1、十分な準備をする。当たり前だろ。大物の洞窟は危険がいっぱいであり、装備や道具、食料、水、医療品などが必要です。医療品ってなんだよ、医療品って。2、適切な装備を用意する。洞窟には狭い場所や高い場所、水場などがあり、水場なんてあったか。適切な装備が必要です。例えばフライヤーやグライダー、グライダー、潜水装備、潜水、水ないよな。鉄壁の防具、強力な武器などが必要になります。3、チームを組む。洞窟には大量の敵がいるため、チームで攻略することが重要です。ふざけんなよ、チームがいないから困ってるんだろうが。あ、でも次はちょっといいこと書いてある。4、マップを覚える。洞窟は広大で迷いやすいため、マップを覚えていくことが重要です。なるほどね。だからもう結構死んで少しずつ覚えてるよね。5、段階的に攻略する。洞窟は一気に攻略するのではなく、段階的に攻略することが重要です。敵やトラップを確認しながら進むことで安全に攻略することができる。あ、なるほど、少しずつみたいなことね。6、注意点を把握する。洞窟には様々なトラップがあります。例えば落石、毒ガス、溶岩などがあります。落石に毒ガスなんてあったか。あんのかな、これから出てくんのかな。なんか全然信用できねえんだけど。以上が大物の洞窟を攻略するための最高の方法です。しかし洞窟は非常に危険な場所であるため、事前の準備や注意が必要です。これでもう僕に資格はありません。完全に攻略できることでしょう。ただフライヤーやグライダーって何なんだろうな。毒ガス、落石、嘘ついてんじゃねえだろうな。なんかちょっと疑わしいんだよな。そんなもんあったか、意味がわかんねえ。よし、エアフォースワン久しぶりだな。あー、ここにある。カリウドのアーティファクト、クロスボウもここにあるんだね。よし、準備は万全。じゃあな、お前らここで待っててくれ。チャット GPT という人類の英知を身につけた俺に隙はねえ。突入、行くぞ。よし、入り口はまずこいつで進むとするか。来い、部品取り用ジャンク。よし、行きます。でこいつは敵の位置をこうやってサーチでき、敵多すぎだろ。待て待て待て、敵多すぎんか。あ、ちょっと待て、また敵が復活してる。前倒したはずの敵が。部品取り用ジャンクじゃ勝てんぞ。お前一回引っ込め。すぐ気づけてよかったな。そうなると別の個体で行くしかねえな。やはりここは、よし、来たー、天丼マンよ。狭い。よし、行くぞー。おらー、行けー。何も見えねえ。いいぞ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 。はい、強い。マジで強いぞ。これならしばらくは安心して進めそうだな。やはり強さはサイズよ。でも順路こっちじゃなかった気もするけど、どうなんだろう。まあ、とりあえず進んでみるか。問題ないだろう。ここだ、ここで、ここは隙間があるんだけど、ティラノだったらいける気が。よしよしよし、危ねえよ、危ねえけど。よしよしよし、一応全部倒しながら、なぎ倒しながら進もう。危ないからな。でここだ、ここだ。ここで前は左から行ったんだけど、左はジャンプしないといけなかったんだよな。右のルートから行ってみよう。今回は順路じゃなかったっぽいしな。しかもあんなに頑張ったのに。よし、あ、こっちはちゃんとルートがつながってるじゃないか。なんでこっちに行かなかったんだ、前回の俺。よしよしよし、確かあっちの方で死んだんだよな。あの青いのはなんだ。あ、あれあれか、なんか中に何かが入ってるアイテムボックスみたいなやつだな。もう結構奥まで来たと思うんだよな。そしてそろそろスペースが、あー、お前ここ進めねえのかよ。進めねえ、なんてこった。ティラノの出番はここまでか。
なんとか頑張るわけにいかねえか。頑張れ、いけ、ダメだ、腰が疲れて。もうちょっとダイエットしとけばよかった。よし、ちょっと危険だが一旦この辺りで降りるとするか。進めないからな、これじゃ。よくやった、お前は正直よくやったぞ。いちいち、さあ次は誰だ。やっぱりお前しかいないよな。はい、来たー、のび太です。さあ行くぞ。あ、いいねいいね、全然通れる、素晴らしい。軽快に走れるし機動力はだいぶ上がったぞ。あとは変にジャンプしないことだが、ちょっとジャンプの練習するか。この通常ジャンプだな、これでちゃんと正面向くことだな。そしてはい、いいよ。行きたくねえ、あそこ行って大丈夫か。あ、敵が落ちてってくれた。よし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 、いいぞ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 、と頑張れ。よし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 、オッケー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 、いいよ。はい、来たー。はい、中身は革のズボン。ふざけんなよ。こっちにも道があるぞ、こっちに行ってみるか。少しずつ慎重に進めよう。結構敵いるな。お前じゃあ役不足かもしれねえ。一旦引っ込め、十分よくやった。ここからは突破力が必要になるだろう。よし、こんなこともあろうかと突破力のありそうなやつを連れてきたのよ。入れよ、来たー、四輪駆動です。4WD です。おい、な、何か刺さってんのかお前。あ、雲か。おらー、めちゃくちゃ弾き飛ばすぞ。そしてめちゃくちゃ攻撃力低いかも。待って、お前弱いのか、ひょっとして。なんかちょっとあんまり強くない気がしている。どうなんだ、もうかなり深部に来たような感じがあるな。え、どっち、こっち。やばい、こいつ頭が邪魔で全然前が見えねえ。お前そのヒレみたいな、それいる。とにかく戦え、頭を、角を振り回すんだ。うわー、めっちゃ落ちそうな感じがする。やはり虎だな、のび太で行こう、お前じゃなかった。よし、改めて入れよ、やはりのび太お前だ。劇場版ぐらい活躍してくれ、頼む。あ、落ちないことが、めっちゃ落ちそうなんだよな。いけるか、と、うわ、危ねえ、頭ついた。でもなんとか乗り越えたぞ。よし、頑張れ頑張れ、あとは戦いに負けなければいい。よしよしよし、頑張れ頑張れ、のび太頑張れ。よし、いいぞいいぞ、落とされる落とされる、気をつける。よし、オッケー、こっちで合ってんのか。もうもう限界だぞ。あー、あそこじゃねえか、あそこっぽい、見つけたぞ、ついに。あのモヤモヤ、間違いなくあそこだ。よし、行くぞ、と、よっしゃー、オッケー、渡れた渡れた。ああそこだろ、絶対あそこだろ、あそこがゴールのはず。さあ来いよ、来た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 、全部来た全部来た。よし、こいつらを処理すればあとは渡るのみ。ついについにゴールが見えてきたぞ。よし、これは大ジャンプじゃないといけなそうだな。行くか、大ジャンプと、よっしゃー、来たー。よし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 、降りて、これだろ、来たー、はい、ゲット。やったぜ。で、あとは帰るのみ。やばいやばい、おー、危ねえ、ちょっと本当にやめて、本当にやめて。どの道で帰るかだよな、あとは。来た道から帰れるか。こっちにも道はあるんだけど、いやでも同じ道から行けばもういないよな、襲われる心配はないよな。いやでもこっちにひょっとしたら近道があるかもしれんからな。ここどこだ、こんなとこ通った覚えねえけど、でも虎なら踏破できる、いいぞ。あ、これはひょっとして出口近いんじゃないか。全然近くありませんでした。マジで道が分かんねえ、もう迷子になっちまった。それっぽいところを通っていくしかない。あ、ここ左か、こんなとこ通ったことあるよな、こっちじゃないか。いや絶対出口だろ、出口だよな。
くそ、通れ通れねえ。多分出口だと思うのに。一回引っ込め。ここは通れないからな。よし。さあ、ここ出口で会ってくれよ、頼む。お、ここはまさか。来たー、出口だ、やったぜ。ついに、ついに攻略したぞ。何回死んだことか。来たー、やったぜ、うおー。帰ってきた、帰ってきたぞ。長すぎる戦いだった。でも成し遂げたぞ。やれやれ。帰還、はい、帰ってきました。よっしゃー。とにかく島へ、うおー。ここに取ってきたアーティファクトを入れれば、よし、はい、アーティファクトが3つになりました。全部で9つあるんだったかな。これで3分の1の攻略が終わったと言えるでしょう。全然まだまだだな。まあでも、今のメンバーで攻略していけばいいんだもんな、あとは。そう遠いことではないかもしれん。よし、ついに念願の大物の洞窟攻略できたし、今回ここまでにしとくか。皆さんご視聴ありがとうございました。次回からもっとどしどし洞窟攻略していきましょう。良ければね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。